どうも。どうも。はい。二条店です。サンデーマンデーメンディーでーす。うん。ゆめもんでーす。うん。ね。マハルでーす。そんな感じだ。はい。はい。北京人。誰かや。最後でーす。皆さん。はい。一番問題。ね。うん。今日の企画は何ですか。そうですね。今日の企画はこの二条店のメンバー中身、カバンの中身チェックじゃなくてカバンの中身を紹介。させていただきたいと思います。ついに来たか。来ました。いや俺もうファンレターしか入ってないで。うん、ペンネームサイコロステーキとか声に走ってね、飲み込まんと、ね、今出ない。そしてサーとか言わなあかんのちゃう。なんか可愛いいつものですね。レディーゴー。わー、かわいい。はい、それでは皆さん、トップバッター、ユナエモンのカバンチェック、はい、行ってみよう。行ってみましょう。はい。いや、気になるな、ユナちゃんの。ルースト初の女の子のカバンの中身やから。このカバンは何これ。あ、このカバンは普通にカバンですね。わかるやん。なんか、うん。このちっちゃいポケットに入ってるのが、カービィの、カービィの、鍵。おお、かわいい。マガすごい。感動したいの。鍵です。うん、すごい。次中身いきますもん。うん、まあ、まずみんな持ってる財布こっち。次は除菌ウェットティッシュ。あ、この時期やからね。ですね、うん。何それ？これがモバイル充電器です。モバ充ね。まずね、モバ充で。これがちょっとトランキーロのプロレスの。トランキーロ。私の推してるプロレスラーのポーチです。もしかしたらあなたレス場ですか？いや、そうですね、レス場なんですけど、中身はそうですね、まあカラコン入ったり、あ、このガムだったり。ガム。でこれもプロレスラートランキーロ。おお。レブロンの。アイアンマンのここ。いや、全然全然。アイアンマン、アイアンマン。ね、はこんな感じでつけといてもらって。と、印鑑。印鑑何時代よ。ね、ばあちゃん、そうですね、ばあちゃんにもらった。あとは、お前が見たことあるんで。すぐ研いでるもんな、そうですよ。この、くし。あとは、噛み締まれるようなゴム。これでもう全部でーす。終わりですか。はい、終わりです。あ、終わりでした。あ、まあまあまあ、ね。ありがとうございます。女の子らしい、確かに。そうですね。綺麗な。じゃあ次誰行きましょうか。エントリーナンバー2番、二条店インド出身マハール。こいつも分かってるやん、そんな2000でも匂ってるもん。香辛料の詰め合わせとかやろうぜ。すごいいっぱい入ってるんですけど、何から行きましょうかね。じゃあまずキッチンペーパーこれちょっと学校で使うやつなんでね、はい。まあ、次がタオル。そうまあ、あのノートとか。どこで真面目やねん。急に真面目。で、筆箱ですね、次が。まあ、トリートメント。おかしいやん。エンマシエンの中根くんからのちょっと練習で使うやつですね。今のところ取れたくない。そうですね、まあ、あと、ペン。だって、入れときも。消しゴム。なんでやねん。筆箱とセットにせえ。ボールカットされた。ああ、財布ですね。どこの財布？これ、ラルフローレン。ラルフローレンの、お姉ちゃんの旦那さんからもらいました。あとスピーカーですね。スピーカー、ブルートゥーススピーカーですね。まあ、それぐらいですかね。ちっちゃいところってなると、こう iPhone ケースだったり、なんで iPhone ケースとかつけるようやつ。こんな感じです。勝ったやん。勝ったやん。失礼します。ではちょっと次、サイグー君がね、取り返してくれるんで。どういうことやねん。サイグー君がちょっと今回締めをしてくれるんで、次は二条店の店長、まあ、次メンディーさんが。ついにか、ついにかよ。軍人みたいやんけ。今日ずっと背負ってたもん、これ営業中。怖い。穴開いてます。めっちゃ汚いよ。びっくりした、もう。はい、これは普通の黒いバッグ。ちなみに、寺坂クリエイティブ副社長ディレクターからいただきました。僕のカバンの中身ですけどね、まあ僕のファン多いんで、ちょっとファンレターは、まあちょっとプライバシーとかがあるんで、あんまちょっと、今回はちょっとね、また、許可が出たら見せようかなっていうのはありますね。そうっすね、まあ僕のカバンの中身まず、はい、プロテインシェイカーですね。プロテインシェイカー。プロテインシェイカー。プロテインシェイカーですね。で、プロテインシェイカーもう一個ですね。はい。二つ。プロテインシェイカー二つ。はい。で、タンクトップ。すごい。はい。ゴールドジムで使うタンクトップですね。めちゃめちゃマッチョでしょ。ゴールドジムって書いてるんですもんね。謎の薬品。すごい。これで最強の力を手にしてると。それだけ言っておこう。はい。やばい。
これで最強の力を手に入れたっすそれだけは言っていこうこっちはクレアチンって言って、まあ僕筋トレ大好きなんでこれはなんかいいって言われたんで飲んでます、でこっちは僕あんま普段野菜食べないんで唐揚げくんが主食なんで、あのマルチビタミンたまに1年に1回取ってます。1年に1回、はい、すごい量。ヘアゴム、はい、ノート、はい、結構僕ポエマーなんで、なんかこうふと思いついたことを書き込んでるノートっていう感じですかね。僕の座右の銘が今を生きるなんで、中古ですね。中古、はい、でまあ SH ジェル ×3 グリース、今日とかグリースなんですか。グリースつけて香水、歯ブラシ、以上です。はい、じゃあこれで終わりですね。すごいな、全員忘れてませんか。あ、もう中国人を忘れてた。誰が中国人や、はい、行きましょうかね。最後、本当に僕結構荷物あんま持たないんですよ。ほんまに全然持たなくて、全然本当になんだ持たなくてあんまりこう荷物、大荷物好きじゃないんですよ。どういうさっきね、こうユナエモンがいっぱい出してたんですけど、あんなイライライラって何持ってんの、もう絶対使ってへんやろって思ってましたね。何やこれ、キッチンペーパーどこで使ってんのお前ノート取ってるとこ一個今見たことない。めちゃめちゃどっはいね、言うてますけど、いつもだいたい本当に2個なんですよね。2つは絶対これは持ってこなあかんってやつを絶対持ってきてるんですけど、どういうこと。2つだけは絶対にこれはも、まあ、自分が必要やなっていう感じで、ちょうどね今その2つ持ってきてるんで、それ紹介しますよ。じゃあ皆さんね、まあね、だいたい2つだったら結構大事なもん限られてくるんですけど、まあ、このチョコパンと、まあ、ドライバーですね。おかしいよ、はい。まあ、チョコパンとドライバーさえあったらまあいけるかなみたいなっていう感じですね。まあ、すごい僕チョコ好きで、うん、間あったらちょっとパクッと食べてるんですけど、あ、それは分かるわ。こっちは、まあ、こっちドライバーですね。これはまあみんな使い方分かると思うんですけど、うん、その通りですね。これさえあればもうとね、何がやっちゃう感じですよ。何を、何をちょっとプラスとマイナスがあるんですけどね、これがね、ねえこれさえあれば、食パンとドライバーだけなん。そうですね、僕ほんまにこれとこれさえあればおかしいやん。そうやろ、よくガッチですね。これさえあれば僕は大丈夫。それしかやばいなということで、二条店のね、あの、カバンの中身でございました。まあ、いい締めやったんじゃないでしょうかね。まあ、ほんまに。じゃあまあ、ね、時間も時間なんで、じゃあ、最後くん、チョコが好きなのね。そうですね。チョコパン、あの、食べ、最後くんがチョコパンをすごい味わってるとこで、ちょっとお別れしようかなっていうので。この食べ方、大事なんですよ、皆さん。案外美味しい食べ方っていうのをちょっと紹介させてもらっていいですか。じゃあですね、こういうね、真っ白になってない、真っ白になってない、カバンに入っててちょっとドライバーにやられた最高の味わい方みたいな。そう、最高の味わい方いきますよ。じゃあ皆さんこれね、いただきます。どうぞ。